今回の動画ではメインストーリー10章と同時に実装されるオペレーター。ドクター、本棚がぐちゃぐちゃだよ。僕の家に入れた書類を自動で整理してまとめてくれるマシンがあったけど、ドクターにもそういうのが必要みたいだね。医療オペレーターチェストナッツの紹介および解説を行っていきます。はじめまして、ドクター。プレゼントにこれをどうぞ。僕の集めた鉱物が入った標本ケースで、転生石に緑小石、こっちが電気石で、これが玉髄。チェストナッツはロドスとしてはドゥリン天人家に続く3人目のドゥリン人で、地上に出てくる前は入植会話で様々な鉱石を説明付きでプレゼントしてくれていることからもわかるように、主に地中調査を中心に担当していました。では彼がなぜ地上に出てから地中関連の仕事ではなく全く関連性のなさそうな医療関係の道へと進んだのか、それは自身が夢見ていた地上の世界と現実の地上の世界があまりにも乖離していたことに由来しています。ドゥリン族たちは以前からも言われているように地下に都市を建てて暮らしており、鉱石病関連での差別もなく、何かを奪い合っての争いもなく、技術力も非常に高いため何不自由のない暮らしを送っています。しかし基本的にドゥリン族は地上に出てくることはないので、地上のことは人伝いに、そして様々な地上の書物伝いに知ることになり、その伝えは様々な形で伝播。チェストナッツも地上の人たちとの交流で地上へと出た大人たちの話を聞き、地上に大きな夢を抱いていました。天人家のように地上に遊びに来たドゥリン族がいるのもそういった理由でしょう。ある日チェストナッツは地質の調査も兼ねて少しだけ地上に出ることを考えて実行。リフトの先に広がる地上には底なしの渓谷や広大な湖、奇妙な形をした岩など、話に聞いていた以上の美しい光景が広がっていました。しかし、いざ目の前の地上の人たちに目を移すと、人同士で血にまみれた争いをしているという悲惨な光景が広がっていました。現地の人たち曰く、収穫物を奪う盗賊団に現地の住民たちが立ち向かった結果が、この悲惨な光景だとのこと。チェストナッツは現状を理解することができても、なぜこのようなことが起きるのかが理解できませんでした。それもそのはずで、ドゥリン族は楽観的な性格の人たちが多く、小さな喧嘩はあっても血が流れるような喧嘩にまで発展することはない種族だからです。言ってしまえば良い意味で子供のような価値観を持った大人、それがドゥリン族です。そこからチェストナッツは自分も何かしなければと感じ、以降は医学への道を進むことになります。そしてロドスへと加入することになり、主に外勤で様々な現場で自分の仕事をこなしていくのですが、彼は患者たちの治療をしている間に自身がしていることに果たして意味があるのか、そして自分が医者であることに意味が見出せないという葛藤に苛むことになります。これについてはアーのセリフの一つがまさしく的を得たものとなっています。痛みは怖いが、それを生み出す奴らがいる限り医学に何の意味があるっていうんだ。その医学で殺されようとしてる奴は救えんのか。寺に必要なのは医者じゃねえんだ、旦那。つまり傷ついた人をいくら医療で救っても、その傷を生み出している根本的な原因を治さない限り自分の医療行為には意味がない。そしてその根本的な原因を治す力は自分にはない。チェストナッツはそう感じるようになってしまいました。その後ロドスはチェストナッツの休暇申請を承認、チェストナッツは故郷である地下に一時帰省することになります。チェストナッツは休暇の時は昔のように地質調査をしたり、光るキノコと背比べをしたりと、言うなれば子供の夏休みのような毎日を過ごしていました。その中でチェストナッツは地質調査の時の自分の考えを思い出すことになります。たとえ地質調査を行っても天災という故郷を壊す根本的な原因を排除することはできないと。そして医者として人を救うのも同じで、人同士の争いを止められないのであれば、それを受け入れなければならないとも考えました。それ以降のチェストナッツは自分ができないことに対して悩むことはやめようと考え、休暇を終えてロドスに戻り、自分なりの対処方法を探していこうとも考えるようになりました。それでもまだ完全にこの問題について彼自身の心は解決できたというわけではありませんが、その問題に葛藤しながらも前に進んでいくという姿に勇気づけられるオペレーターたちも多いのかもしれません。ちなみに彼がロドスに来た理由はある意味悲劇的ながらもおかしな話となっています。ドゥリン族が地上に来る理由の大半は地上に遊びに来たというもので、チェストナッツのように何らかの強い意志を持って地上に現れるドゥリン族は多くはありません。
そして身長が低く幼い姿をしているということから、他の種族からすればドゥリン族は子供のように見えます。つまりチェストナッツがたとえ診療所に向かい専門的な知識を持っているといくら説明しても、ドゥリン族を知らない人からすれば子供が遊びに来たと考え、ドゥリン族を知る人からすればドゥリン族が遊びに来たと考えてしまう。他にも患者からすれば一見すると子供にしか見えない人物が診療室の医者の席に座っているとなると、その病院に対して疑心を持ってしまうのは無理もない話です。そのためチェストナッツがロドスに加入した後、ロドスには他にもドゥリン族の人たちがいると知った時には、今にも泣き出しそうな顔をしていたのだとか。チェストナッツのモチーフとなっている生物はドゥリン族ということから、人間よりも少し背丈の小さい伝説上の種族ドワーフでしょう。ドワーフは地下に住む体長1から 1.5 メートルの種族で、普段は鉱脈などを採掘し機械類の扱いに非常に長け、頑固ではあるものの身内に優しく酒好き、そして男女問わず成人はヒゲを生やしているという特徴を持ちます。チェストナッツが酒を飲むのかは分かりませんが、ドゥリン族自体がのんべえだらけということは判明しており、地下資源を得るためにそこら中に坑道を掘っているということや、天人家のリンゴちゃんからも分かる通り地上とは異なった形でハイレベルなテクノロジーを有しているなど、ドゥリン族にはドワーフとの共通点が多く見られます。ちなみにチェストナッツが入植会話でプレゼントしてくれる天星石、緑晶石、天気石、玉髄はそれぞれセレスタイト、ドルコイシ、ドルマリン、カルセトニーのことです。夢を叶えるために故郷を出てきて、ロドスで認められて、医療部のみんなからたくさんのことを教えてもらっている。僕はすごくいい仕事を見つけたよ。チェストナッツはマルベリーやハニーベリーと同じ元素ダメージを回復することができるフォーローイタイプの医療オペレーターで、初の低レアリティで元素ダメージが回復できるということや、スキルが全て手動発動で、スキルには広大な攻撃範囲を対象に高速で対象の元素ダメージを回復できるという特徴を持ちます。チェストナッツのブロック数や配置コストなどの基本ステータスは他のフォーローイと同じ、レアリティの関係上配置コストはハニーベリーやマルベリーよりも1低くはなっていますが、これ自体はチェストナッツの特徴というわけでもないので、他の星4フォーローイが実装されればチェストナッツと同じ配置コストになるでしょう。潜在強化による強化内容はコスト -1、 再配置時間 -4 秒、攻撃力+15、素質強化コスト -1 となっており、目玉となる効果は潜在3段階目の攻撃力+15、4段階目の素質強化にはなりますが、レアリティの関係上入手しづらいオペレーターではないので潜在は特に狙わずとも、いつの間にか最大にはなっているでしょう。 HP や攻撃力といったステータスはおおよそハニーベリーやマルベリーの介護官というものにはなっていますが、完全な介護官というわけではなく、攻撃力はハニーベリーよりもわずかに高く、防御力はマルベリーよりもわずかに高いというものになっています。とはいえ HP はその2人よりも300程度低いものとなっているので、総合的に見るとやはり介護官になっていると言えるでしょう。他のオペレーターとステータスを比較した表が上記の通り、フォーローイらしくステータスは全体的にかなり低めで、上記の表には記載していませんが、全体的な数値は HP を100程度上げたアンセルというようなものとなっており、医療オペレーターの中でもかなり低い数値であることがわかります。ただフォーローイとして見れば極端に低いというわけではないので、チェストナッツのステータスが星4フォーローイのスタンダードとなるのかもしれません。チェストナッツの素質は昇進1で習得する実着のみ。この素質の効果によってチェストナッツの元素ダメージ回復量は通常の220から270まで上昇、通常時の元素ダメージ回復量で言えば他のフォーローイたちよりも高い数値となります。この素質効果はスキル効果にも作用するので、単発での元素回復量はかなりのものとなるでしょう。ただ回復量が上昇するのはあくまでも地上のオペレーターが回復対象になった時のみなので、例えば高台にいる自分自身を回復する時などは通常の回復量に戻ってしまう点には留意が必要です。スキル1、赤土星山はスキル発動後即座に治療行為を行い、対象の元素ダメージを元々の回復量の一定割合で回復するという単発スキル。元素回復系の単発スキルとしては初の手動発動スキルとなっており、任意のタイミングでスキルを発動させることができるので、他のフォーローイと比べると速攻性があるというのがこのスキルの特徴となります。
そして任意のタイミングということは他の自動発動スキルとは異なり、攻撃タイミングを待つ必要はありません。つまり映像のように通常の治療行動が終了した直後にスキルでさらに治療行動を行うことができるというわけです。また最大で2回までチャージすることができるため、スキルを連打することで瞬時に味方の元素ダメージを大きく回復するということも可能。これらの点が他の放浪医にはないチェストナッツのスキル1の長所になっています。一方当然ながらこのスキル1にも短所というものがいくつか存在し、一つは手動スキルなのでプレイヤー自身がスキルを発動させる必要があり、他の放浪医のように放置での運用ができないということ。もう一つは他の放浪医ほどの元素ダメージ回復量は持ち合わせていないということです。元素ダメージ回復量としてはかなり高い性能を持つハニーベリーは当然として、マルベリーに対しても持続的な回復量はおおよそ3分の2程度となっているので、常に最速でスキルを回しても元素ダメージ回復量は他の放浪医には追いつきません。なのでチェストナッツをこのスキルで運用するのであれば、例えばドスソレスの満潮のような持続的に元素ダメージを受ける環境ではなく、定石のようにポイントごとで元素ダメージを大きく受けるようなシーンがおすすめ。例えば実質的な反射という形で精神ダメージを与えてくるクローラーに対しては、チェストナッツのスキル1は良い選択肢となってくれるでしょう。チェストナッツのスキル1の回復量と他のオペレーターのスキル回復量を比較した表が上記の通りで、基本的な HP 回復量に関しては元素ダメージの回復に性能が寄ったハニーベリーに近いものとなっており、スキル1の性能の本質的な部分はマルベリーよりもハニーベリーに近いものになっていると言えます。ただそれでもハニーベリーよりかは元素ダメージの回復量は下。そもそもハニーベリーの回復量が頭一つ抜けているだけとも言えますが、全体的には瞬間的な元素ダメージ回復量に性能が寄った分、持続的な元素ダメージ回復量はやや犠牲になってしまっているといったところでしょう。スキル1はこれまでの放浪医にはなかった手動単発型の回復スキルで、他の放浪医にはない速攻性が売りの性能となっています。一方でその分持続的な回復量は他の放浪医よりかは低くなっているので、タイミングよくスキルを発動させなければどんどんと他の放浪医と性能が引き離されてしまうというやや玄人寄りな性能になっています。育成難易度は低い代わりに操作が少し難しいというのが低レアの基本的な傾向なので、チェストナッツのスキル1もその傾向を踏襲したものになっていると言えるでしょう。以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは7または運用する予定があるのであれば、必要 SP が10まで減少する特化3まで上げ切ってしまうことをお勧めします。スキル2高度飛散は自身の攻撃範囲が自身の前方3マスのみに縮小、攻撃速度が大幅に上昇し、連続で同じ対象を回復する際 HP と元素ダメージの回復量が上昇するというスキル。スキルの内容からも分かる通り、放浪医の広く浅く全体をカバーするという性能を捨て、狭く深く特定のオペレーターのみをカバーするという一極集中型の性能となっています。マルベリーのスキル2が攻撃間隔を短縮させて全体をカバーするというスキルとなっていたので、その対極に位置するスキルとも言えるでしょう。イフリータといった爆撃術師やアイリスのスキル1と同じく攻撃範囲が直線ということからも分かる通り、このスキルも例外なく癖のあるスキルにはなっていますが、その分回復量は非常に強力。スキル2の回復量と他のオペレーターのスキル回復量を比較した表が上記の通りで、回復間隔はスキルレベル7で 1.43 秒、特化3であれば 1.23 秒まで短縮されることになり、配置場所問わずであれば286、地上の味方相手であれば毎回343の元素ダメージ回復が見込めます。マルベリーのスキル2の元素ダメージ回復量が1回あたり233、ハニーベリーが290なので、単体への単発回復量であればトップの数値です。総回復量に関しても他のスキルと比べて発動時間が長くなっているため、引けを取らない数値となっています。一方でマルベリーのスキル2は、チェストナッツのスキル2よりも、さらに早い 0.93 秒間隔で回復行動を行い、さらには攻撃範囲全域の味方の受ける元素ダメージを軽減するという効果を、ハニーベリーは複数の味方を同時に回復できるという効果を持つため、総合的な性能で見ればチェストナッツのスキル2の性能はこれらのオペレーターと比べるとやや低め。とはいえ、比較する相手が星5なので、どうしても劣ってしまうというのは無理のない話。逆にチェストナッツのスキル性能が星5放浪医たちの性能を大幅に上回ってしまうと、チェストナッツよりも多くの素材を消費して、チェストナッツより劣った性能を持つオペレーターを育成するということになってしまうので、
レアリティ的にこの辺りの性能がいい塩梅ということなのでしょう。スキルには攻撃範囲が縮小する代わりにかなり強力な回復性能を得るスキル。ただし、ぶっ壊れというレベルではなく、あくまでもそのレアリティの中では強力な性能というものに収まっているため、他の放浪医を差し置いてこのスキルを育成する必要があるというほどではありません。スキル1にも言えることですが、例えば低レアリティ編成や統合戦略にて希望が足りずにハニーベリーやマルベリーを雇用できない状況などで輝くのがチェストナッツであり、スキル2も同じく通常の場面で他の放浪医を押しのけるほどではないというのが現状でしょう。以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは7で据え置いてしまっても構わないでしょう。チェストナッツの基地スキルは製造所に関するものの2つ。1つは製造所に配置時、製造効率がプラス 15% されるというもので、もう1つは同じく製造所配置時、製造しているものが原石なのであれば、製造効率がプラス 30% されるというもの。つまり、原石を製造しているのであれば、製造効率がプラス 45% となり、エイヤ・フィアトラの製造効率プラス 35% を超えるのですが、ご存知の通り、原石製造は非常に効率が悪いので、チェストナッツを基地スキル目的で使用することはまずないでしょう。それでは、実際にチェストナッツを使用していきます。今回使用するチェストナッツのレベルは、昇進2のレベル40、スキル2のスキルレベルは7となります。この辺、温度が低すぎるかな。安心して背中を預けていいよ。ええ、まとめてかかってきやがれ。ターゲットロックオン。前に進むぞ。私が振りまくち。スキル発動後は攻撃範囲が前方3マスのみに変化。今回であればサリアのみがチェストナッツの攻撃範囲に入ることになり、サリアの元素ダメージを凄まじい速度で回復しています。持続時間も35秒と長いので、ダブリン消滅者の攻撃もフルで耐えることが可能です。火炎放射を同時に4人から受けてもスキル発動中であればほぼ完全に受け止めることが可能。これほどの回復量があれば、ダブリン換気術師を間近で受けない限りは元素ダメージを受けることはまずないでしょう。諦めるな。予測通りの戦いでした。完璧です。チェストナッツは、テイレアとしては初の元素ダメージを回復できる放浪医オペレーターで、他の放浪医とは異なり、スキル1は任意のタイミングで発動させることができ、スキル2は攻撃範囲を逆に縮めて、特定のオペレーターの回復のみに特化するという、全体的に他の放浪医とは異なるコンセプトを持ったオペレーターと言えるでしょう。ただ、レアリティの関係上他の放浪医と比べると火力不足感はあるので、基本的な主戦場は希望が足りない時の統合戦略やテイレア編成になるかと思われます。各スキルの大まかな指標と特化優先順を紹介。チェストナッツのスキルを特化するのであれば、短い間隔でスキルを発動させることができるスキル1がおすすめ。
特化3まで強化することで SP が10まで減少するので、フィリオプシスなどと組み合わせれば、操作は忙しくはなりますが良い選択肢にはなるでしょう。一方、スキル2に関しては、スキル発動中はかなり強力ではありますが、発動に必要な SP がかなり多いので微妙なところ。現時点ではスキル特化はしなくてもいいでしょう。以上で、チェストナッツの紹介及び解説を終わります。この動画が良ければ、動画制作の励みになるので、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。ドクター、どうして地上の人たちは血を流すほど争い続けるんだろう。怪我人の一人や二人、いや、もっとたくさんの人を僕が治せたとしても、みんなの考えが変わらない限りは、医者にできることなんて、所詮そのくらいなんだ。